何度でもありがとうって言わせて。あれ、どうしたん？ライブの会場は中庭ってアナウンスしてたはずだよ。うちのこと探してくれてたの？まだ時間はあるし、主役の登場は最後の方が盛り上がるんじゃないかな。本番前の緊張だったら、みんなのおかげでもう吹き飛んでるから心配いらないよ。ほら見て、みんなからの誕生日プレゼント、うちのためにヘアアクセサリーを作ってくれたんだ。みんなうちのことを考えて、スピリチュアルな要素もいっぱい取り入れてくれたの。こういうのって見ているだけで元気がもらえるんだ。だから今日のうちは気合十分、エネルギー満タンって感じかな。身につけなくても今日のうちにはこの特別な衣装があるし、みんながうちのことを思ってくれてるっていうのが最高のパワーなんだ。あなたもうちにパワーをくれるん？嬉しいな。これで今日のライブでみんなにうちの望みパワーを注入できそうやね。最高に幸せなライブにするよ。ストーリーは